M231FPW は、不評戦闘車のガンポートから射撃が可能な M16 自動小銃の派生型である。アメリカ軍が導入した最初の不評戦闘車 M2 ブラッドレー不評戦闘車のガンポートを通じて、車内から射撃できる特殊な自動小銃と通称されたとして、ロックアイランド造兵およびコルト社によって開発された。当初の要求では、 M2 に乗車する不評の装備する M16 をそのまま用いて車内から射撃を可能とすることとされていたが一般不評用の M16 は走行兵員輸送車や不評戦闘車の中で扱うには全長が長すぎたため専用の自動小銃が開発されたその後 M2 の元法とは走行防御力を向上させる改良と運用思想の変化により 車体後部の二つを除いて廃止されたため、M231 の使用数も縮小されているが、搭乗員の自衛用や近接戦闘用として、現在でも正式装備として運用中である。試作型 XM2311972 年、不評戦闘車製造の計画であった、マイケフ計画の一環として、ガンポートから射撃する専用武器の開発が始まった。 マイケフ計画の車両は、登場する兵士の乗車戦闘用にガンポートが設置されることになっていたため、専用の武器の開発が決定された。ロックアイランド造兵将は、第二次世界大戦でガンポート用武器として使用された M3 サブーマシンガンや、H&K 社によって開発された HK33 をモデルに武器の開発を考えたが、 最も有望な選択肢であった M16 系統の武器として開発することに変更した。最初にロックアイランド造兵将が開発した試作品は M3 に習ったもので 280mm に短縮された重心を持ち、原型の M16 とは異なり、オープンボルト式で1050発、フンと非常に発射速度が速かった。ガンポートよりいる兵士が手持ちかきとして 社外でも効果的に使用するため、車体への固定用機構がなく、通常の小銃と同様の小銃機と M3 のものに似た太い金属線を折り曲げて作られた伸縮式の重傷が付けられていた。試作品はテストの結果いくつかの改良点が指摘され、以後の開発と改良は M16 同様コルト社が契約を与えられて設計に取り組むことになった。 コルト社による二次試作品には特殊なバッファと3本のスプリングをまとめるスプリングアセンブリーが組み込まれた。この機構は発射速度を200発、分にまで下げるために導入されたもので走行中の車両から兵士が射撃した時発射された最初の弾丸が目標に着弾する頃には断層が空になってしまう可能性を減らしている。さらに車内から ガンポートに固定するためのネジ止め機構がついた新しいハンドガードが導入された。コルト車による改良型が完成する頃には、金属線を用いた伸縮式の重傷は使われない傾向にあり、車両内での使用に限定すれば重症は邪魔であるため、あるいは兵士が M231 を M16 と間違えて使わないようにするため、重をも廃止された。1974年、 コルト社によって開発された新たな試作型は XM231 と命名され、運用テストの結果から狙って撃つことよりは弾幕を張る形で射撃するべきと結論されたため、発射速度を抑える機構は除去され、発射速度は1100から1200発に戻った。さらにいくつかの点を改良した後、1979年に M231 として採用された。 M2 ブラッドレイ不評戦闘車の左側面部分のクローズアップ砲塔下にある円形のものがガンポートでそこから突き出しているものが M231 の重心である M231 はそれ自体には大きな問題もなく開発に際しても実用に際しても重大な問題を発生させたことはないがアメリカ軍における不評戦闘車という兵器に対する開発 運用思想が変更されたため、導入後しばらくすると不要の装備となり、実際にはほとんど使われなかった。米軍が不評戦闘車という新たなカテゴリーの装備を開発、導入した際に利点としたことの一つに、乗車した不評はただ輸送されるだけではなく、元宝とより自らの持つ小銃を用いて積極的に戦闘に参加することができるという点が、 あったが、結果的には専用の装備として、本銃を開発することになり、M2 ブラッドレイ不評戦闘車を、失敗策として批判する際に、欠点の一つとして指摘されている。M2 不評戦闘車の改良に伴って、前線部隊から引き上げられた M231 は、予備兵器とされ、後に特殊部隊の用いる、超短縮系アサルトライフルのベースモデルとして、 様々な改造が施されたものが試作されたほか、所定の改修を施して PDW として再生式化する計画が立案されたが、いずれの用途にも発射速度が速すぎて不適切とされ、以後もポートガンとして限定的に使用されたのみに止まったが、イラク戦争では車両搭乗員が単独で手持ちの自衛用火器として用いている記録写真や映像が存在しており、 21世紀に至っても装備、運用されている模様である。余剰となった M231 は、少数が民間市場に放出されたが、オリジナルのままでは、全自動射撃しかできない点をはじめとして、アメリカの銃規制に抵触する点があるために販売、所持には、政権があり、民間の所有物として見る機会は稀である。M231FPWM231 YM16 の発展型で基本的な機構は同じだが様々な点で原型の M16 と異なっている。重傷はなくレシーバー後端にはバッファーチューブが露出しておりフロントサイト、リアサイトともに照準機は装備されていない。最大の変更点は作動方式がクローズドボルト方式からオープンボルト方式に変更されたことでそのため M16 の改良型に追加されたボルトフォワードアシストも備えられていない。重心長は 396mm で、照準機は装備されず、照準は発射する栄光弾の鉱石を、潜望鏡もしくは視察項から目視して弾道を修正することによって行う。レシーバー下部に取り付けられた特殊なサイドプレートにより、この武器は全自動射撃の機能しか持たず、セレクターも、 政府、王とのみである。また、M16 の改良型と異なり、廃左薬地直後の廃左や方向変更特起は設けられていない。排出された空薬莢が車内に飛び散ることを防ぐため、M2 ブラッドレイフ氷戦闘車の元砲と装着時には、側面に薬莢を受けとそれに接続されたホースが装着され、薬莢はまとめて回収される。 これらの相違点があるものの M231 は標準的な M16 と65%の部品共通性を持っている。30発相談の断層は M16 系列と共通だが、標準機がなく栄光弾の功績を目視して、標準を修正する。都合上 M196 栄光弾のみが射撃に用いられ、実戦時には断層にこれのみを相談する。訓練用には、 M199 模擬弾と m 2 0空砲が使われる。緊急時には M1935.56X45mm 弾が用いられることになっており、より重い M8555.56X45mm 弾及び M856 栄光弾は使われないことになっている。緊急時でなければ M231 は社外で使用してはならないとされている。 発射速度が速いために、銃声や銃光炎、銃光衝撃波が大きく、銃身とハンドガードの温度が M16 に比べ急速に上昇すること、重症がないために安定して構えるのが困難であり、また、大量の薬莢を高速で排出する点が、いてとその周囲にいる者にとって危険なためで、オペレーターマニュアルには、社外で武器を使用する際に講じなければならない。 以下の4つの予防措置が記載されている。上記のような注意事項や内部機構の変更点などはあるものの M231 の操作、使用手順は M16 と基本的に同一であり M16 の使用教育を受けたものであれば特に追加の教育をされることなくそのまま使用できる。ありがとうございます。